さあ本日のパラデル漫画はなんかインドネシアにすごいいいところがあるって聞いたんで、ちょっとパラデル漫画で行ってみたいと思います。さあ地球を描いて回しましょう。さあ位置的にはありました、日本の下に位置するいろんな島からなる国インドネシアの首都ジャカルタからね、今ジャワ島を撮ってみました。まあ、ジャワ島ね、粘土みたいに軽いですね。さあジャワ島といったら首都ジャカルタがあるんですが、他にはここがスラバヤ、そしてここがスマラン、そしてここがボゴール、ボゴールの上にジャカルタがありますね。はい、じゃあまあね、ジャワ島といったらまずはじゃあジャカルタにね行ってみたいと思います。いやー、いいところがあるといいですね。それでは行ってきます。おお、風強い。おお、落ちた。うわ、ジャカルタ交通量すごいな、全く動けないわ。ちょっともう少し静かで自然があるようなところがいいから、他行ってみよう。ちょっとさっき書いた紙の、ジャカルタから南へ45キロぐらいあるね、これ。その下ボゴール行ってみよう。なんか見た感じ標高もちょっとだけ高そうだ。よし、おお、これ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 、うん、向こうにあるの山だよな。あ、山だ、ちゃんと土がついた。え、手前のは、あー湖ね。あ、いいじゃん、ちょっと他も見てみよう。おお、滝だ、涼しい、まさに避暑地。わあ、冷てー、いやー、ボゴールいいね。ちょっと他も行っちゃおう。あー、やっぱこういうところからサイクリングも盛んなんだ。え、ここは？ん？なんだ？イオンモール、こんなところにあんのか。うわー、ちょっと行こう。 あれ指が大きくて入んね。まあこういう時はじゃあちょっとパラオとパラミにちょっと行ってもらおう。あ、パラオとパラミ、あのそこにさ、イオンモールがあるんだけどさ、ちょっと遊んできていいよ。ちょっとどんな感じか知りたいからさ。オッケー、はい。さあ、パラオとパラミに行ってもらったので、どんな感じか中を見てみたいと思います。おお、パラオとパラミ、美味しそうなものを食べております。いろんな食が楽しめそうですね。さあここは、あ、服ですね。いろんなファッションブランドが楽しめそうです。そしてここは、おお、映画館、映画館もあるということで、2人とも真剣に見ております。さあまだまだ遊ぶところはいっぱいありそうですが、このパラオとパラミもハマってしまったイオンモールセントゥールシティ、旅行の際にはぜひ行ってみてください。それではまた、バイバイ。